アリカさんは昆虫と取引の中で一番派手ありがとうとござい思まいす。ますけど、もともと大阪生まれ育ちですね。大阪のどの辺ですか？大阪の生まれは平野っていうところなんですけあ、ど。平野区平野区。ですね。まあ、町の真ん中ぐらい真ん中ですね。ですね。じゃ、すごい大阪人、なにわ人。なにわ人。東京来たのきっかけは何でした？きっかけはもう自分で絵を描いて作りたかったから来ました。それだけ。絵を描くためにわざわざ東京まで。勉強はどこでやってたんですか？勉強は大阪で自分で習ったわけじゃなくて、大学とかは。大学行ってない。あ、高校卒業して高校から。卒業して専門学校行って、で仕事をして、それから専門学校で何を勉強しました？専門学校でヘアメイクとかをやってました。ヘアメイク、だから自分の髪の毛はもしかしたらもう全部自分で。もう全部自分でこんなんがいいみたいな感じで。なるほど。いつもなんか目と髪の毛は感動しますね。ありがとうございます。 自分のブランド作りましたね。教えてください。ラバロットっていうブランド、これは一番最近描けた絵の中で一番多く描けた絵です。これも売ってる。売 ってまそれと服です服ね。一応も、服のブランドですそうね。ですね、服も絵を描いて。これは自分のブランドのラベルではない。これはちょっとサンプルで、サンプルちょっと自なる分ほで絵描ど。いて。かわいいですね。どうですか？売れてますか？なんかオーダーが入って直接描いて作ったりとか最近してます。なるほど。自分にとってはファッションはどういうことですか？何ですかね、頭の中のもの全部って感じです。じゃ、頭の中に見てるものと感じてるものを形にする。そうですね、形に絵にするみたいそれがファッション。な。と、この派手はどうしてこんなに派手になってたんですか？多分自分のス自タイル分とか。何だろう、なんでかは分からないいけつぐど、らいから少しずつか一遍でとか、どういう形で。少しずつ高校の時ぐらいから高ず校っと。でも学校は厳しいだから学校は厳しかったけどやってました。 困らなかったですか？大丈夫でした。じゃあみんなにアクセスするようにお願いしますね。今日本当にありがとうごありざいがとうごまざいす。ます。ありがとうございます。